どうもオレンジです。今回なんですけど、衣装復刻投票がね、もうすぐ、終わるということで、こちらね、大体確定された衣装がね、なんとなく分かりましたので、何が復刻するのかなのね、先に見ていきたいと思います。まずね、一応これ、投票しましたかね。これ5票ずつ投票するとね、右側の手がかりやかけら、体験カードとかね、いろいろ、ボーナスももらえますので、ぜひね、まだの方はね、まあもう終わるんですけど、ちょっとやってみてください。一応ね、こちら投票ルールざっくり見ていきますと、イベント期間としては3月16日から3月21日の23時59分まで、ということで結果発表が3月22日にね、改めて、これが復刻するよと発表がされますと。で復刻される期間だね。これマジで大事。復刻される期間としてはメンテナンス後から、3月23日から4月19日までね、衣装がね、決定された期間限定でショップに登場しますので、まあこれ約ね1ヶ月間ぐらいあるのか。こちらぜひね、欲しい衣装がある方はね、ぜひ見逃さないようにチェックしていきましょう。投票ルールとしてはね、1日5回までね投票できますと。まあいろいろねこうやってあるんですが、まあこれね細かいことちょっと、分かりづらいと思いますので、なんとなく僕がね説明しますと、全部でね8着と、まあ、2年連続選ばれなかったみたいな衣装に関しては、復刻されるよみたいな、感じの内容になっております。でショップ衣装から6着、神髄から2着となっているんですけど、まあね見た感じもうほぼ確定なのは、もう囚人はもうねダントツでこれはもう確定ですね。はい、これみんな欲しいんだね。確かにこれすごいかっこいいよね、 UR 衣装。うん、同じキャラの、同じ品質だったらね、投票数が多い方になるという感じですが、まあ囚人はもうこれがね UR これだけなんで、もうぶっちぎりでこれは復刻確定ですよね。1で2がバーメイド、あこれもなかなか再販来ないもんな。うん、でエミリー先生、いやホタルマジで欲しかったから本当に嬉しいな。これホタルと長い夜、あこれも人気ですよね。これもね好きですね、すごい。で5位最新モーガンルフェ、あモーガンルフェずっと入ってないかなこれ。確かね、ずっと入ってるやつは、次の年からね、外れるとかありますよね。今宵こそとか去年ちょっと不具合でね、なんか入ってたりして、ちょっと出なくなっちゃったりもしたんですが、はい。そんなことがありましたね。で、6位が患者。お、心理患者これ出るかな？じゃあ、医師が1万9000票と、一重100千万、あ、じゃあ19万票と20万票。なるほど、まあ、どっこいどっこいだけど、まあ、このままいけば患者、かな。まあ一応ホタルがねあるからね、品質同じなんで、まあこのままいけば患者にはなりますと。で、それなんですが、さらにもう一着、こちらね、いや立派な伯爵がこれ追加復刻先行中ということで、こちらが2年連続ね、まあ、出ていないよと、いった感じだから、これはもしかしたら入りそう、もしかしたらというかほぼ確定かな。うん、でそれで言うと、まあここら辺はもう出たってことかな。じゃあ2年経っても出てないやつだと、チェシャ猫。お、チェシャ猫か。マジか。意外に出てないんだ。オフェンスめっちゃ低いし。マジか。じゃあ今、この場合だと、じゃあこのね、1から、6位のこの衣装プラス、まあ、リッパー好きな人はね、これ楽しみですね。このままいけばリッパーが濃厚と。はい。そして、神髄だと1位と2位がね、復刻するので、まあ、投票数的に言うと、お、無情と、写真家、マジか。ジョゼフ男キャラ2人がね、どうせ1位2位となりましたので、なりましたっていうか、もうほぼなるかな、このままいけば。まあ、少女がね人気なんで、ワンチャンジョゼフ抜くのかなとか思うんですが、大体ね、まあ、前々からそうだけど、もう順位ほぼ変わらないからね。うん、毎年ほぼこのままって感じはするので、はい。まあ、どっちもねかっこいいね。これ白黒の衣装すごい新しい方だよね。いやーこれはすごいですね。少女来ると思ったんですが、うん、いつも選ばれてないやつはね、で選ばれるみたいなシステムがありますので、それで言うと少女とね、まあ、ちょっと調べた感じですと、少女占い師、囚人祭祀に関しては、2022年のやつで、出ておりましたので、まあそれはないとってなると、まあ、血の喧嘩、この血まみれの扇ですかね、こちらのどっちかがプラス1着の枠に入るのかな。はい。ってなってるんですが、多分これ芸者選ばれるかな。うん、ちょっと1000票ぐらい差ついちゃってるんで、おそらくまあ無情とジョゼフとまあみっちゃんがね、
こちら3着出るんじゃないかなといった予想になりますね。いやーこれね、いろいろね衣装見ていますが、これキーガン UR なのにはせっかくマジかよ、みんなキーガンいらないの全然人気ないっていうね、もうこれちょっと笑っちゃったよマジで、これね一応初期間の唯一のね UR 衣装なんですがね、まあキーガンいらないみたいですね、みんなやっぱねイケメンが強い、みんなイケメン好きなんだねこれ。一応ね去年のね、衣装復刻投票こんな感じですね。わー懐かしい。そう、復刻された衣装がこちらになりますと。そうか、去年白ムク出てたんや、モーガン・ルフェも出たんだ。じゃあこのこれ、こんな感じでいくとモーガン・ルフェは来年はもう出ないってことかな。うん、3年連続は確か出ないよね。なんだけど今宵こそが3年連続で出ちゃったんだっけ、なんかあったよね。うん、なんで特別にね復刻した衣装だよね今宵こそは。はい、懐かしいな。はいはいはい、あ出てるね、月月相。はい、なんで、うん、なるほど、去年はこんな感じ。携帯品とかもね、まあ、あのセットで出ると思いますので、はい、まああのあのね衣装の携帯品欲しかったっていう人に関してはね、まあ、ちょっと楽しみにしていきましょう。僕としてもホタルの携帯品、あの歌ってる携帯品マジずっと欲しかったから、これ本当にちょっと嬉しい今回復刻して。はい、なんでぜひぜひね、まあ1ヶ月間かな、うん、確かエコとかけらとかで買えるっしょ。うん、なんで、ぜひね楽しみにしていきましょう。まあ改めてね、じゃちょっとこちら画面見て投票してみようかな。俺ね投票してないんだよね、もうこれはもうホタル一択ホタル一択、こうやってねポチポチって押すだけで、こんな感じできる。もうねずっとね欲しかったんですよ俺。おでこれはメールボックスとかで来るかな。5票やったよ、5票やったとして、メールボックスで、お来た来た来た、こんな感じにね、受け取れますのでね、メールボックスも忘れないようにしていきましょう。はい、で、衣装復刻投票の、まあ、投票ルールとしてはねそんな感じかな。まあ、進行中ね全部改めてじゃあ最後見てみますと、このようなラインナップになっていますね。携帯からも、おお、あオフェンス、オフェンスマジか、一番人気ないね機関車。俺機関車めっちゃ好きなのにね、全然みんな興味ないね機関車、あんま好きじゃないよねあのでかいのでうん、神髄衣装、あ夢の使者、まあずっとなんかあるイメージだからね、まあ、持ってる人が多そう。うん、これめっちゃ可愛いし、夢の使者のために課金した覚えあるな。うん、で、はいはいはい、こんな感じになってるね。まあ祭司がちょっと最後の方にいるね。うん、まあもうみんな持ってるってことがありそうですね。はい、まあ以上がね、まあ復刻、まあ、予想もうほぼ確定なね、予想になりましたので、ぜひね参考にしてみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。改めてね、無常写真か、おそらく芸者血まみれ、そして囚人バーメイド、ホタル、心理学者祭司、患者んかな、うん、とリッパーかな予想は。はい、なので、ぜひね参考にして楽しみにしていきましょう。また最新情報気になる方はね、ぜひチャンネル登録やいいねボタンポチッとしてまた遊びに来てください。実際ね復刻されたらね俺も何個か買ってちょっとまた紹介したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。